ログザンヌ・ヌシーマンはアメリカ合衆国ニューヨーク出身の作詞家、作曲家、音楽プロデューサー。ビリー・ヒューズ、フィリップ・ベイリー、フィル・コリンズ、ジャクソン・ファイブ、シスターズ・オブ・マーシー、ベッド・ミドラー、アース・ウィンド・アンド・ファイアー、ジャッキー・チュンの曲を制作したことで有名である。エミー賞にノミネートされたことがある。10歳の時、ログザンヌ・ヌシーマンは和音とメロディを学習し、 民間のピアノのレッスンを追求した。彼女はサドルロック小学校でバイオリンを始めた。いさかニューヨークで夏を過ごしながらシーマンは16歳でギターを拾った。シーマンの高校時代に彼女は熱心な芸術家であった。シーマンは芸術のキャリアを追求することを意図してカーネギーメロン大学ピッツバーグペンシルベニア州に適用される。 カーネギーメロン大学の練習室ではシーマンはピアノの先生を見つけてクラシックピアノを学んだ。カーネギーメロンでシーマンはバンドがキャンパス内に実行するために予約学校活動委員会にあった。ジャズとアートの両方に情熱的な関心を持ち、シーマンは彼女のキャリアを形成するピッツバーグ大学で提供される授業に出席した。これらのクラスのいずれかが 博士ネイサン・デイビス、ビバップのジャズ・サックス奏者とピッツバーグ大学のジャズ・スタジオのディレクターによって教えられた。シーマンは一瞬の通知、ラウンド・ミッドナイトなどがあり、そのようなジャイアント・ステップスとジャズの名曲を演奏することを学んだ。中国の書道を学びたがって、シーマンは中国語のクラスに出席した。このやる気のシーマンは、彼女は東洋学を追求し、 ニューヨークのコロンビア大学へ転校した。ロングアイランドで夏の間にシーマンはトニー・アレス、ウディ・ハーマン、チャーリー・パーカーとの共演するジャズピアニストからピアノを学んだ。シーマンはまたサー・ローランド・花からいくつかのレッスンを受けた。シーマンは BA をコロンビア大学の卒業生である東洋学、中国芸術と言語。彼女は中国語、日本語、 インドの文学、芸術を学び、教授、長炎町から中国の音楽の授業を受けた。コロンビア大学にて、東洋学、言語学の学士を習得。その後、ニューヨークにあるジャズクラブにて作詞活動を始める。D.D. ブリッジ・ウォーターがレコードしたラムゼ・ルイスの気楽曲、テキーラ・モッキング・バードがきっかけで、本格的な音楽プロデュース活動を始め、 アースウィンドファイアーのメンバーであるフィリップ・ベイリー、モーリス・ホワイト、エダルド・デル・バリオとのコラボ曲を制作する。制作した曲の中に、アースウィンドファイアーのアルバム、フェイスにある、セール・アウェイも含む。また、この時、カーマイン・コッポラ、イタリア・ペニーノ・コッポラと共に、コッポラが手掛けた映画音楽を制作していた。主な映画での作詞活動として、ワイルド・ブラック。 少年の黒い馬、アウトサイダー、ナポレオンを含む。その後、20世紀、フォックス映画プロデューサーのスコット・ラドリンのアシスタントを担当。1987年、バンコクを中心に活動し、映画、オフィリミットの音楽制作活動に携わった。シーマンは、デビッド・ラスリーや、その他の音楽家と曲を共作し、ABC レコーディングスタジオを含む LA にある。 スタジオにて24曲を録音した。デビット・ラスリーの他には、デビット・ボノット、ボビー・ワトソン、エドワード・デル・バリオ、デビット・ガール・バルディ、ダング、ロドリゲス、テリー・レード、ハーバート・ローズ、デブラ・ローズ、イロイス、ローズ、シルビア・ジェームズ、マーティー・ワルシュ、アーノルド・マック・ラー、チャーロット・クロスリーなど様々なアーティストが録音に参加した。レコーディングエンジニアのアルシミット・ジュニアとゾリ。 おせ図によって、初期の曲たちは録音された。1983年、作詞、作曲家のビリー・ヒューズと活動を始め、後にシーマンは自身を大きく活躍することとなる。1991年、ヒューズのデビュー曲、ウェルカムツーザ・エッジの作詞、作曲はヒューズと共に担当した。この曲は日本でリリース52万枚という当時の洋楽曲としては、 記録的な売り上げを記録、放楽シングル年間売り上げランキングで18位となった。また、アメリカの音楽雑誌、ビルボードで4ヶ月間、日本でのヒット曲トップ10に残った。ウェルカムツーザエッジは、日本国外にも、東南アジア諸国を中心に発売。後に、女性歌手、山本美恵がカバーし、富士テレビ系ドラマ、もう誰も愛さないのエンディング主題歌にもなった。 ベリー・ヒューズとの作詞活動が続き、フィリップ・ベイリーのシングル、Walking on the Chinese Wall で、さらに名を上げた。この曲は1985年発売のアルバム、Chinese Wall 内に収録。この年、ベイリーは、グラミー賞ベスト男性 R&B 歌手にノミネートされた。2004年9月、北京の万里の頂上にて、初のポップコンサートが行った。この時、 ウォーキング・オン・ザ・チャイニーズ・ウォールはこのコンサートのフィナーレ曲だった。シーマンはヨーロッパ、アジア、北、アメリカ各諸国での定番曲の作詞活動で活躍する。バーブラストライサンドのレッツ・スタート・ライト・ナウの作詞を担当し、アルバム a イラブ・ライク・アワーズ s 限定版およびシングル If You Ever Leave Me のボーナス曲にもなった。この曲はもともとブラジルの曲でシーマンが 英語の歌詞に入れ替えた。1991年、ベッドミドラーがリリースしたシングル、ナイトデイに、シーマンとヒューズが作詞、作曲を担当。1993年、ザ・シスターズ・オブ・メイシーがリリースしたシングル、アンダー・ザ・ガンに、シーマン、ヒューズ、アンドリュー・エルドリッチが作詞を担当した。この他、シーマンは、サラ・ブライトマンとフランク・ピーターソンと共に、 ブライトマンのシングル、ハレムの英語での作詞を担当。後にアルバム、ハレムのトップ曲に収録、ベイビル・ボード氏のクロスオーバークラシック曲トップ1280週間、残るほどの定番ヒットとなった。2008年12月、ダニエル・リンドストロムのシングル、コート・イン・ザット・フィーリングのスウェーデン語での作詞を、リンドストロムと共に担当した。2009年3月、 シーマンは、ベルリン出身のソングライター、フィリップ・シュタインケと出会い、共作に取り組み始めた。二人は、アモール・エン・スースペンソを手掛け、同曲は、アレハンド・ラ・グスマンに、楽曲提供され、彼女のアルバム、ユニコ、に収録され、EMI ラテンレコードから発売された。また、スペイン語の歌詞は、グスマンとフェルナンド・オソリオによって書かれた。シーマンとシュタインケはその後も、 曲の共作に励み、ジャッキー・チュンやリン、ユー・チュンに楽曲提供を続けた。2013年の2月には、オーストリア人のブルースロック歌手、セイント・ルーとジミー・ミサーと共にホーリング・フォー・ユア・ラブを作曲した。同曲は、ワーナー・ミュージック・ジャーマニーから発売されたセイント・ルーのアルバム2に収録された。2014年10月には、アース・ウィンド・アンド・ファイヤーのアルバムホリデーの中に、 シーマンが作曲したエブリデイ・イズ・クリスマスが収録された。2015年10月、アルゼンチンの歌手、エドラド・ボシオが、シーマンの英語歌詞、パート・オブ・メオ、ベートーベンのムーンライト・ソナタを組み合わせて、新しい曲を作成。2016年10月、スウェーデンのトロンボーン奏者、ニルス・ラングレンが、自身のアルバムクリスマス・ウィズ・マイ・フレンズ V で、シーマンの曲エブリデイ・イズ・クリスマスをカバーした。 2009年には、シーマンは、カントポップの四天皇の一人として知られている、超マナブトモのために書き始めました。歌の神の愛称で親しまれるチャンは、ビルボードを複数回で、トップアジアポップアーティスト賞を受賞した。シーマンの旅行からアジアへ、彼女は、超マナブトモと一緒に、チャンのプロデューサー、アンドリューツ・アソンとの緊密に協力関係をちゃんとすぐに開発に、 精通していた。チャンは、それが、個人的な表現は、彼は、自分のためにやってみたかったものであるというので、チャンは、彼が、プライベートコーナーと呼ばれる彼の新しいアルバムの、ために、ジャズ、異なるスタイルを試してみたかった。最初の曲は、毎日がクリスマスですシーマン・フィリップス・スタインキーと、協力して書いている。チャンが好き毎日がクリスマスですあまり、 彼は別の曲を書き込むためにシーマンとスタインキーを求め、彼らはどのイ、ロバート・フロストを作曲。シーマンは新しいカントジャズスタイルは彼のプライベートコーナーアルバムの音楽を説明するために造語ちゃんフレーズで、ちゃんの曲を書き続けた。ただ、You, ダブルトラブル、デッドイット・コー、ウェイ、ロバート・フロストと毎日クリスマスである。 欧州の共同研究者と共同で書かれており、すべての曲があった毎日がクリスマスであるを除いて、関東語に適応した。チャン氏は、関東語に適した毎日がクリスマスですの歌詞を持ってしようとしたと述べたが、彼はそんなに彼が英語でそれを記録することを決めた。英語の歌詞の意味が好きだった。2009年には、ワンダーガールズのキムヒョンアと新たに形成された。 韓国のガールズグループ4ミニットはチックタックを記録した。4ミニットはチックタックをリリースしなかった場合、それは北京語によって記録された。でカチカチは、ヨーススムリンと表示ラ主演の人、台湾ドラマこんにちは、私の恋人で紹介された。大晦日2010年、超マナブトモは、メルセデス・ベンツアリーナ、上海、中国に、開設。 25ミュージシャンと18人のダンサーで、超学ぶとも1月2日、センチュリーツアーに乗り出した。ダブルトラブルは、チャンノスタジアムワールドツアーのハイライト曲。2011年に、ヤン君は、シーマンのホイトミサカエホイ、フレドリック・サムスソンとトビアス・ホースバーグと共同で、書かれたを記録した。それは、超ヤトンによって制作された。それは、パニック・クルーズでは、失われた。 中国のヒットスリラーのテーマソングとプロモーションミュージックビデオ。2011年11月には、林優春は彼の無限アルバムの保存グレースをリリース。グレースを保存すると、フィリップ・スタインキーとフィン・マーティンとの協調です。シーマンは、超学ぶブ友の1、2世紀のツアーのフィナーレコンサートのために2012年5月に香港に戻った。そこからシーマンは、 彼女の今後のゴールド台風中国本土のリリースにシーマンの曲の一つを記録した版主絵を満たすために蘇州に行った。彼女はまたシーマンの歌を録音し、間にあった上海、北京および東京に続いた。シーマンがダニエル・ニットと共に作曲したラッキー・イン・ラブの英語歌詞はフィリピンの歌手パオロ・オネーサに楽曲提供された。同曲は シングルとして2013年9月23日に MCA Music デジタルリリースされた。お姉さんはラッキーインラブで男性歌手ベストパフォーマンス賞と新人男性歌手ベストパフォーマンス賞の2つをア w a i t a w a r で受賞。フィリピンではア w a i t a w a r はグラミー賞に値する。2015年7月 YouTube でホイットニー・ヒューストンの I Will Always Love You を カバーし、人気を博した、フィリピンのゼンビー、ローズ・テネルフェが、自身のアルバム、Z を、MCA ・ミュージック・ユニバーサル・フィリピンから発売。C メンの曲、When Love Calls Your Name と、Watch This が収録された。フィリピンの音楽オーディション番組、The Voice の、勝者ジェイソンダイが、C メン作曲の、c a u r h t in That Feeling を編曲し、 彼のデビューシングルとして発売した。二千十五年八月七日、MCA Music Universal Philippines からジェイソンダイのアルバム「ジェイソン DI」が発売された。同アルバムにシーマン作曲の「コートインザットフィーリング」、「ターンアウトザナイト・ウェンユーヒアディスソングが収録された。二千十六年九月二十二日、フィリピンの十三歳の歌詞カイルエジャーリがーシーマンが 他の作曲者と共作したアワーモーメントを歌い、発売した。2017年4月28日には、エチャーリと同じくフィリピンの音楽オーディション番組ボイスのキッズ部門に参加したエドレーテオドロが初めてアルバムを発売。同アルバムにシーマンとティナシー・シバンダとメロディー、ハーナンデズ・ノエルが共作した、How What イント Do In が収録された。ログザンヌが担当した音楽。 歌詞の大半は映画やテレビ番組に使用されることでも有名である。ジェット・ベイカーの依頼により、ソハード2の王の作詞をしたが、後にオスカー賞にもノミネートされたベイカーの追悼ドキュメンタリー映画、レッツ・ゲット・ロストにこの曲が使用された。なお、この映画は2008年6月5日に、ロンドンで再リリースされた。1994年2月19日、 A.A.B.C. のテレビ番組ザ・ジャクソン・ファミリー・オーナーズのテーマ曲にシーマン、ヒューズ、ジャーメイン・ジャクソンの曲 If You The Only Believe が使用された。この曲はフィナーレ曲としても流れマイケル・ジャクソン、セリーヌ・ディオン等と共にパフォーマンスを演じた。ウェルカム・ツー・ザ・エッジはベイ・ TV ドラマ番組サンタ・バーバラのテーマ曲として使用され エミー賞ベストオリジナル曲部門にノミネートされた。1992年、米テレビ番組、アナザーワールドのテーマ曲にオリジナル曲、ドリムラブが使用され、同様の部門にノミネートされた。この他、アースウィンド,ンドファイアーとクルージンを作詞、スパイクリーの映画、ゲット・オン・ザ・バスに使用された。また、フランスの作曲家、エリック・レビとアースウィンド,ンドファイアーの フィリップ・ベイリーとのコラボレーションで、フランスのヒット映画、ラベンジェンス・ディ・ユヌ・ブロンドのエンディング曲も作曲した。その後、映画、スチュアート・リトル2のエンディング曲、ホールド・オン・ツー・ザ・グッド・シングスを作曲。プロデューサーは、グラミー賞受賞のショーン・コルビン。また、2003年上映の映画、ザ・ヤング・ブラック・スタリオンにあるウィリアム・ロス・プロデュースの、テーマ曲、ボーン・ツー・ライドでも、 ガビングリーアウェイと共に作詞、作曲した。シーマンの歌は2012年6月20日以来、ニック・ナイト・アットテレビシリーズハリウッド・ハイツに表示されてきた。シーマンとリカルド・コシアンテは協力して、ウェン・ラブ・コールズ・やネームをイタリア版、ザ・ボイスの優勝者、エル・ハイダ・ダニーのために作曲した。ミュージカル、ジャンバラヤでシーマンは、ケナード・ラムジーと共作で、 put it in the pot を作曲。同ミュージカルは、ニューオリンズにあるオーヘウムシアターで2016年に、公演された。オリジナルは、ウィンクが1990年に、夜にはぐれて、Where were I You l のカップリング曲、思い出までそばにいて、ウェルカムツーザエッジとして、収録されている。ありがとうございます。